マカオ散歩ソンツンです。こんにちは。今日は2023年の2月4日になります。実質的な隔離がなくなってですね、しばらく経つんですけれども、先日春節期間のマカオの様子ということで、主に世界遺産エリアのところ撮影に行ったんですが、詳しくはですね、そのライブの様子もアーカイブに残しておりますので、まだご覧になっていただいてないという方はそちらの方から、概要欄の方に出しておきますので、そちらからご覧になってください。今回はですね、春節期間の休みは終わったんですけれども、今どれだけの観光客がねいるということか、ちょっと見てみたいなということで、フェリーターミナルと湖底エリアのベネチアの中をですね、これから撮影に行ってきたいと思います。ではこれからマカオフェリーターミナルの中をちょっと覗いてみましょう。久しぶりだな、私もここに入るのは。現在がですね、こちらがフェリーターミナルの、1階、下が G 階になりますので、1階の出境のエリアですね。マカオから香港へ移動するときとかは、この出発ロビーからですね移動するという形になります。まずこのカウンターがですね、マカオか香港国際空港をつなぐフェリーのチケット売り場のところになります。見覚えのある方もね多くいらっしゃるかなと思うんですけれども、もしもマカオから香港の国際空港へ船で移動するときはですね、このカウンターに来て搭乗手続きをするということになるんですが、現在はですね、香港国際空港とそれからタイパフェリーターミナルということで、マカオのフェリーターミナルからは空港のフェリーは出ておりません。あくまでもこちらはですね、現在はチケットを売っているだけということになりますね。これからまたね、しばらくしたらこちらからもね、香港国際空港行きのフェリーが出ると思いますけれども、2月4日の時点では香港国際空港とタイパフェリーターミナル間のみとなっております。ではこちらがタイムスケジュールになるんですが、マカオから香港行きのフェリーが1時間おきとか1時間半おきぐらいにね出ているっていう感じですね。ちなみに、現在はマカオから香港、そして深圳行きのフェリーと出ております。こちらが香港行きのフェリーのカウンターのところとなります。でこちらがですね、チケット売り場のところになるんですけれども、香港はですね、まだ香港と行きのフェリー、九龍半島行きのフェリーはまだ出ていないですね。タイムスケジュールこんな感じですね。深夜のフェリーはまだね今の時点では出ておりません。ではフェリーターミナルのね最上階の方へ移動します。2階部分ですね。すでにコロナ前からもね営業しましたけれども、スターバックスも変わらず営業しておりましたね。ニューヤオハンですね。こちらもね、コロナ期間中はちょっと私もフェリーターミナルに来てなかったのでわかんないんですけれども、現在はね営業していますね。あと中華系のレストランがまだ営業時間外なので準備中なんですけれども、営業しているといった感じ、そしてマクドナルドもですね営業しております。以前はねこのベンチのところにホームレスがねいっぱいいたんですけれど、今は一人もホームレスはいないですね。追い出されたんでしょうかね。奥の方にですね安食堂があるんですが、そちらは営業して営業していますね。最上階のところのお土産店も営業していますね。これが1階の出発ロビーのところにねあったんですけれども、お土産の自動販売機みたいなのができてますね。チョイホイユンっていうね、有名なお店なんですけれども、アーモンドクッキーであるとかですね、エッグロールであるとかが売ってますね。ただしね、支払いは現金は受け付けてないようですね。MPay とか WeChat Pay とか Alipay とかですね、電子マネーのみとなっております。では最後にグランドフロアの到着ロビーのところになります。それではこちらが到着するところですね。皆さんはもう香港とか香港国際空港とか深圳からねマカオにお越しになった場合はこちらからね出られるんですけれども、まだ船がですねそこまでたくさんあるわけじゃないですから、ひっきりなしにお客さんが出てきているという状態ではないのかもしれないですけれど、ちょこちょことですねこちらから出られておりますね。
これが到着ロビーから見たフェリーターミナルの中の様子です。懐かしくなるっていう方もね、大勢いらっしゃるかなと思います。それで到着ロビーからですね、外に出られるとですね、以前であればですね、ここに、まあ、カジノのね、関連の、まあ、美人なねお姉さんたちがね、ここでいろんなビラをね配ってたんですけれども、さすがに今はそれはまだ現れてないですね。それではですね、これでフェリーターミナルの中の様子をですね、まあ、ちらっとだけではあったと思いますけれども、ご覧になっていただきました。でこれからですね、この港からシャトルバスに乗ってベネチアンの方へ移動したいと思います。あの船がねコロナの期間中動いてなかった頃はカジノホテル行きのシャトルバスはね出てなかったんですけれども、このフェリーターミナルの向かいにね駐車場があります。マカオグランプリの時は当日そこがあのピットになるところなんですけれども、そこからですね、無料のシャトルバスが出ているので、ベネチアン行きのバスに乗りたいなと思います。あとね、以前ねあのこの港の中とかねダフ屋とかねいろいろいたんですけれども、さすがにまだダフ屋もね現れてなかったですね。それからね皆様がねもしここに到着されてなんか声かけられたりすることってねあったと思うんですよ。タクシータクシーって聞かれたりとか、ガイドいりませんかって聞かれたりねする人がいたかもしれませんけれども、それはね何人かいましたね。以前はねしょっちゅうこの港に来てましたのでね顔覚えられてたんですけれど、さすがにもうみんな忘れられてるのかね、私にも声かけられてき、ましたけれどね、ちょこちょことね、以前のように戻りつつあるんですね。ではこちらからですね地下通路を通って、向かいの駐車場の方へ移動します。じゃあこちらかな、ちょうどベネチアのバスがね来てましたね。それではベネチアンホテルの西ロビーに到着になりましたが、これから早速中に入って3階のショップのところをちょこっと撮影して、そしてあとカジノの中ですね、カジノの中はもちろん撮影できませんので、実際私自身が中に入ってどんな感じだったのかっていうのをですね後でお伝えしようと思います。やっぱりね以前とは違って全然人が多くなってますね。こちらもですね、ホテル西ロビーからちょっと入ったエリアのところになるんですが、まあ、コロナ期間中はですね、全然この辺り人がいなかったんですけれどね、結構ね、観光客の方が戻ってきてるんだなっていう実感です。化粧品のね、ショップのところもようやくね、活気が戻ってきたっていう感じじゃないでしょうかね。ホテルスイーツサウス、これがですね3階の、お部屋の方に上がるエレベーターのところになるんですけれども、安全上の関係ということでですね、コロナ以前はこれなかったと思うんですが、お部屋のカードキーをですねここにねちょっとパンとねかざしてね、そしてお部屋に上がっていくということになりますので、部屋のカードキーを持ってないという方はですねお部屋の階の方に上がることはできないようになっております。そして3階のフードコートのエリアです。そうですね、今ねちょうど12時ぐらいということもあるんですけれどね、もう大盛況ですね。なんだか以前のね感じが戻ってきたというようなところです。こちらが2022年の12月にオープンした無印ですね。まあ、最近はですね中国でも結構無印ってねお店出してまして、マカオの隣のね樹海でもお店ができてるらしいですけれどね、店内が2フロアに分かれております。無印があって、まあ、そのすぐ隣ぐらいにですねユニクロもあります。まあ、ユニクロはですねコロナ以前から営業しましたけれども、でも人もね入ってるっていうような感じじゃないですかね。
ロードストーズベーカリー、コロアンがね本店なんですけれども、このようにですねずらっと相変わらず人気がありますね。結構列がねできております。ここではね中で食べることもできますし、もちろんテイクアウトも可能です。最近なのかな、できたのはサムジャパニーズフーズってね書いてるんですけれどね、いろいろ日本のね商品が、やっぱり日本の商品ってねすごい中国の人も好きなんですよね。カップラーメンからね、こういうなんかカレー粉とか、あとこれまあお菓子とかね、いろいろ売ってるようですね。290、まあ300パタかと思っていただいて、まあ5000円でちょっとお釣りが来るっていう感じですかね。これ一箱で。ゴンドラに乗る順番待ちですね。あ、結構並んでるな。ではここからメインロビーの方へ降りていきたいと思います。ではこちらがですね、ベネチアンホテルのメインロビー側になります。まあ、雰囲気そのものはですねずっと以前とそんなに変わってません。若干あの春節の飾りがですねまだ残ってはいるんですけれども、まあでもね人がね、今までねここで何度か撮影したりライブしたりしましたけれどね、まあもちろんその時以上にね、観光客も多くなっております。ではこれからですねカジノ内部の様子をちらっと見ていきたいと思います。はい、ではねカジノの中をちょっと見てきましたけれども、まだまだ稼働しないテーブルもねたくさんありますし、2018年とか2019年の水準にはねまだ至ってないところもあるのかなとは思うんですが、客は入ってたということで、マカオがいろいろと感染に対してねやってた頃は中でねソーシャルディスタンスとかもね取られておりました。例えば各テーブルにね3人までしか座れないとかありましたけれども、今はねそういうのはなくなりまして、テーブルのところもねほぼ以前のようにね戻っているのかなと思いました。ミニマムベッドはねあのバカラでねだいたい1000香港ドルからでしたね。大小のところはね見た感じ一つだけね500ドルからっていうテーブルがありましたけれども、ほとんども1000香港ドルからっていうのがね多かったですね。春節期間中だから、ね、まだちょっとレートは来てるっていうところもあるかもしれないですけれども、まあ、平均して1000香港ドルからっていうのがねほとんどでしたね。それとカジノの中でね声をかけられた、見知らぬ人から声をかけられたっていうこともね、あの視聴者さんの中にも過去にいらっしゃるかなと思うんですけどね、なんか両替とかねあの氷菓子とかいろいろいるんですけれどね、それはね何人かはいましたね。僕も実際ね声かけられました。あのやっぱりねそれ違法ですからね、まあ、相手にしないでほしいんですけれども、やっぱり堂々とできないですからね、なんか耳元でね話しかけてくるんですね、両替しないとかね、気持ち悪くてねそれがね、うん、なんか綺麗なお姉さんに、ね、声かけられるんであればまだねあの理解できるんですけれどね、もさっとしたおっさんがね耳元でね声かけてくるからね本当にそれはやめてほしいですけれどね。まあまああの徐々に徐々にねカジノのにぎわいもね元に戻りつつあるんじゃないでしょうかね。はい、それではですね今回の動画はそろそろこの辺りで終了ということにしようと思いますが、まあ、マカオフェリーターミナルそしてベネチアン館内をですね、ご覧になっていただきましたけれども、お客さんがですね徐々に徐々に戻ってきてるっていうのはね皆様もお分かりいただけたかなと思います。2月6日からですねマカオ香港中国間の移動というのはですねもう何のあの証明書とかも必要なく以前のようにですね移動できるということになりますので、より一層ですねマカオも盛り上がっていくんじゃないかなと思います。で、日本を含めて海外からマカオに来る場合はですね48時間以内の陰性証明、自己抗原検査でもいいし検査会場での PCR 検査でもいいんですけれども、それが必要となります。あとそれともしエアマカオ現在直行便は、ね、エアマカオの成田便しかありませんけれども、もし成田便でお越しになって来るときはですねその48時間以内の陰性証明だけでいいんですが、マカオから成田に戻るとき日本での水際対策がありますので、マカオからダイレクトで日本に戻るという場合はですね72時間以内の陰性証明書が必要になるということになります。もしあの香港とかね台北とか経由してマカオにお越しになる場合は、来るときはですね48時間以内の陰性証明が必要になりますけれども、マカオから
日本へ戻る場合はですね、マカオで PCR 検査は必要はありません。直行便でね、マカオから日本へ帰るという場合のみ、マカオでも PCR 検査を受けるっていう必要がございます。直行にしろ経由にしろですね、マカオに来る際は48時間以内の陰性証明書が必要になりますので、用意していただくっていうものもあるんですけれども、これからですね、どんどん日本の皆さんをマカオにお越しいただきたいなと思います。ということで今日はここまでということにさせていただきます。マカオ散歩のソンツンでした。ご視聴どうもありがとうございます。チャンネル登録をして一緒にマカオの散歩へ出かけましょう。